こんにちは、ハイジーです。というわけで本日はちょっとねイレギュラーな企画になる感じなんですけども、僕ねずっと前にこの道を通った時になんてしびれる外観の中華屋さんがあるんだろうってちょっと感動しちゃって、絶対に今度来てみたいって思って撮影させてもらえないかなと思ってずっとね許可取りの電話をし続けていたんですけども、全然電話がつながらないからもう実際に来てみてその現場で許可取りしてみて OK 出たら撮影してみて OK 出なかったらただ食べて帰ろうのコーナーでございます。というわけで本日はねこの景色の中にあります中華料理宝龍さんでございます。この感じがもうしびれるでしょ。で宝龍さんそのものの外観もめちゃめちゃグッときますよね。手作り味の店と書かれておりまして、日替わりランチ750円、ランチセット800円からありまして、ロースカツ定食とかなんだで今営業中ですね。ちゃんとでラーメン500円、タンメン600円、チャーハン600円、中華丼750円とかで、チャーシュー麺、パーコ麺、角煮麺とか、角煮麺いいね、そういうのもあるんだ。そしてのれんが素敵になびいておりまして、1982令和となってます。でテラス席なんかもあったりするんですね。餃子と春巻きでシューマイ一品料理とか小皿料理とか肉野菜炒めとかね、きくらげ、あどれもいいし達筆ですよね。めちゃめちゃいい空気感出してます。これはしびれるって。あすいません、ごめんください。あすいません、ハイジーと申しまして、で YouTube に上げる形なんですけども、よろしいでしょうか。 ありがとうございます。お騒がせしちゃいました、すいません。さあというわけでなんと撮影の許可をいただくことができまして、優しい店主さんでございました。よかった。そして店内はやっぱり外観通りのめちゃ渋、グッとくる、もう完全にゾーンに入ってる中華さんでございまして、もうこれこれこれと、これだよと言わんばかりの求めていた尖った光景っていうんですかね、やっぱりここに来ないと味わえない雰囲気プンプン漂っております。いろんなサインなんかも店内には貼られておりまして、カウンター席の感じもめちゃ渋でしょ。そしてメニュー上にも貼られてますね。コカ・コーラから始まりまして、もうオレンジの字を一回地にしちゃった形だから死のはいいなって思ったんですけどもね、違う紙を使うとかでもなくぐちゃぐちゃってした後にシュースになってるっていう渋さね、そこですよね。でウーロンハイとかレモンサワーとかいろいろあったりする中で、あここはもうドリンクメニューなんですね。あここもやっぱ意外ですね。 ここにはもうお食事のメニューは貼られてないんだ、このスペースには。そしてメニューなんですけれども、こう開いていきますと麺類から始まりまして、ラーメン、ワンタン、タンメンとかね、外にもあったカレーラーメンとかもあるんですけども、やっぱ店内のメニューはね写真も見れるよといったね、ポジティブな要素がありまして、でビーフン炒めとか、ちょっと待ってよ、どれもいいね。で冷やし中華なんかもね終わらずにちゃんとあったりするってことですよね。で豚肉、ザーサイ、細切りそばとか麻婆そばとかいろいろありますね。わーわー、ちょっと待って、で出たパーコーラーメン、角煮ラーメン、いいね。チンゲン菜がさ周りを取り囲んでる感じもめちゃ美しい。これちょっと食べたいな。一品料理も豊富よ、豊富な感じであるよ。ずらーっと鶏肉のチリソース煮とか
あらららあららあららら、あ、やっぱクロッケしてあるのは多分もう今注文できないやつでしょうね。値段もなかったりするやつですから。で、鶏肉の唐揚げ、チャーシュー、酢豚、揃ってますね。というかメニューめちゃ多いぞ。ちょっとちょっとちょ、で、飯類、はい、やっぱり僕ね、ここに来てチャーハンって本当に好きなんですよね。中華屋って、おいハイジーといつもチャーハン食ってんなって思われちゃうかもしれないですけども、ね、いろんなメニューがあんだからって言われちゃうかもしれないですけども、やっぱりチャーハンは一回ね挨拶したいのよ、新しいお店に来たら。そうなのよ。天津系もいろいろあったりします。角煮ラーメンと、はい、チャーハンお願いします。角煮いいんですか。角煮、パーコーメンも美味しいですよ。パーコーメンも美味しい。こっちのボリュームある。あ、本当、じゃあパーコーメンでお願いします。同伴チャーハン、はい。というわけでね、店主さんのボリュームあるよという、言葉にやっぱしびれちゃいまして、チェンジしました。わー、いただきます。あー、おいしそう。ありがとうございます。これはちょっとチャーハンの色、ドストライク、ナルト、ナルトの存在もある。グリーンピースはなんと隠れミッキーかのように佇んでおります。3粒、他には見当たらないけども、急にここに3粒という、なんか寄り添う形のグリーンピースで、パーコーメンの器でかで、しっかりとしたお肉のボリューム感、うまそう。うわ、景色、この景色も最高からのうまそう。これは高まる。いただきます。大きさがどこまで伝わってるかってことなんですけども、なかなかよこれ。はい、で、スープ。ナイス。あー、ナイスアクセントの効いた中華スープ、いくらでも飲めちゃうやつ。ふんわりした風味のある中華スープに、このね、パーコーの、パーコー本体から溢れ出るしょっぱさが合わさって、なんか完成するという、なんか醤油感の効いた中華スープみたいな意味合いになっておりまして、はい、これです。この感じでございまして、パーコーとしてはスタンダードの厚みってことなんですかね。うん、うん、やっぱり名店でした。ありがとうございます。これもあのパーコーに関しては間違いない、もうしっかりがっつりした味わいがもう衣に染み込んでおりまして、どこにいても活躍できるやつ、王様タイプっていうんですかね、自分から学級委員に立候補するタイプのしっかりした主張のあるパーコーでございまして、うん、うん、でやっぱりこの麺がね、もうね、完全なる自家製麺の形でございまして、平打ちのピロピロの感じで、ほらもうピロピロ、味の松村邦弘さんです。めっちゃコシがあるとかじゃなくて、ツルツルした食感っていうんですかね。うん、うまい。ボリュームあるという店主さんのね言葉に誘われるままに注文してよかった。これうまい。国も気になるけどね。そしてこちらのお店すごいのは、このレンゲがあるのにチャーハンにスプーンがついてくるという形なんです。実はね、レンゲでチャーハンって食べづらかったりして、まあ、それもそれで味だっていう感じで中華ではね楽しむこともあるんですけども、スプーンあったら嬉しいからね。ちょっとうまくて小声になっちゃったんですけども、卵の迫力がちょっとびっくりするくらいすごい
チャーハンといったイメージでございまして、チャーハンの中における卵の食感っていうんですかね、甘さっていうのが他と一線を画してるくらい、見た目で伝わんないから、でも色で分かってもらえますかね。色味で普通よりも多分濃い色してるんですけども、黄色くなってますよね。相当卵を味合わせてくるチャーハン、チャーシューとかね、もうしっかり入ってるし、ネギもいい仕事してるんですけども、またびっくりするのはね、ナルトが最初に見たあの一切れだけっていう状況かもしれないです。他の具材がこんなにふんだんなのに、もうナルトはね、これ激レア食材なので、もう最後までこれは残しながら、ありましたね、ピンクのナルトがなかなかレアな形でございます。だからピンク、味のそうめんだ、ピンクレア、マジで、もう、というわけでお昼時になりまして、お店もね混んでくる形になってまいりましたので、どんどん食べていきましょう。麺と一緒に食べ続けても最後の最後まで残ってますからね。ごちそうさまでした。さあ、というわけで食べてまいりましたが、本当にいいお店、いいお店、店主さん優しい、優しいし、味も確かだし、店内の雰囲気から何からもう全部いいお店といったお店でございまして、やっぱりね、パーコー麺、店主さんが言うだけあって食べててよかった。てか他のお客さんもね、後から来られた方もみんなパーコー麺軸に注文してんのよ。やべ、あとちょっとバッテリーがね、今カメラのバッテリーがなくなりそうで、こっちもバッテリーなくなりそうで、2本しかないんですけども、ちょっとエンディングね、今からどうなるか分かんない、今日はもういろいろどうなるか分かんない撮影ですいません。というわけでバッテリーチェンジさせていただきまして、もうこれで終わっちゃったら終わっちゃうので早く喋りたいんですけども、結局他のお客様がね、パーコメン皆さん注文されてて、パーコメン軸で行ってる感じでね、後から来たお客様の感じ見てると、パーコーメンのさ、パーコーの量がちゃんとあるから、それを他のおかずに持っていってコンバートさせて、それでチャーハン行くとか、そういったテクニックもあるんだっていうのをね、気づきまして、やっぱりこの新しいお店に来たらね、常連さんの立ち振る舞いをしっかりチェックするという教訓が今回、生まれました。皆さんもぜひやってみてくださいっていうのもありますし、今回のお店も本当におすすめでございます。気になった方がいらっしゃいましたら行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、故郷に錦さんからのコメントで、餃子になりたい、どういう感情これ、餃子になりたいって思うことあります？これね、ちょっと前の快楽さんのね、ジャンボ餃子のお店、快楽さんの動画のコメント欄のコメントでございまして、快楽さんの餃子はね、もうめちゃくちゃでかくて、もうかじりついたらね、もう肉汁が滴り落ちるくらいの肉汁パンパン具合でもあったりして、めちゃくちゃフォトジェニックだったんですけども、それ見て食べたいとかならわかるんですけども、餃子になりたい、だからどういう感情？サッカーの試合見ててさ、ああいう選手になりたいなとかじゃなくて、ボールになりたいとか思います？竹蔵1968さんからのコメントで、ハイジーさんが私のコメントを読んでくれる夢を見ました。しかし変コメに腹を立てたハイジーさんが画面から出てきそうになったので、ノートパソコンを閉じました。閉じたパソコンからなんかムームー言ってる声が聞こえました。怖かったです。怖いよ、めちゃくちゃ怖いよ。まず竹蔵さんは僕がそんなに怒る感じのコメントを送ってきたんだ。まず夢の中ではめちゃくちゃ怒るコメントを打ったのね。で、それを動画内で僕が読んで、めっちゃ怒ってると、やべえ怒ってるって思って、パソコンのこれ閉めたら向こうでムームー言ってる佐野史郎さん、佐野史郎さんじゃん、それムームー言ってるやつ。
まあ似てるって言われるけども、そんでやっぱりちょっともう本当にギリギリのバッテリーになってきました。カエルさんからのコメントで、自動ドアのタッチの仕方がハイジーさんと同じで嬉しいです。どこ嬉しがってんの、何それ。そんなこと嬉しがる要素じゃないと思いますけど、なんかさ、好きな芸能人と、あ、持ってるカバンが同じだ、なんか嬉しいなとかならわかるよ。いつも飲んでる缶コーヒーと同じの飲んでるとかいうことで喜ぶならわかるんですけども、自動ドアのタッチの仕方、なんか動画出てきたことあります？まああったとしてもね、これしかなくない？自動ドアのタッチって別に、このアンダースロー系の人見たことないですし、サイドスロー系もないよ。もうこれ一択じゃない？柳重さんからのコメントで、ちゃんとしたコメントなんて見てないんだろうな、紹介しないし、変コメしよう、変コメしようじゃないどんだけやさぐれてるんですか。別に見てます、ちゃんとしたコメントも見てますよ。なんですか、そんでみんなもしかしてこういう感情の流れから変なコメント打ってきちゃってんので、それが積もり積もってそれしかなくなってきちゃってんので、それが積もり積もって普通のコメントする人がいつも申し訳なさそうに、普通のコメントですいませんけどもっていう書き出しから普通のコメントしちゃってんの。それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。で本日も行ってみたいと思います。せーの、タンタカタン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 、こちらディディンディディン、火の鳥ザジャーニーボーイさんからのコメントで、チャーハンと焼き飯とピラフの違いを注釈つけるのを忘れてますよ。注釈つけない。これね、僕も毎回チャーハンと焼き飯ってなんで呼び方が違うんだろうとかさ、ピラフとはじゃあ何が違うのとかいうことを調べて忘れるんだよね。カフェオレとカフェラテと同じ現象。なんで忘れちゃうのかわかんないんですけども、とにかくなんか関西の方、先輩とかがね、焼き飯行こうかとかね言うと、めちゃくちゃうまそうに感じるってことだけは確か。